こんにちは。行政書士受験合格チャンネルです。今日はですね、行政書士の受験勉強で使うテキストについてお話をしたいと思います。というのもですね、ちょうど視聴者の方から、来年ですね、2021年に行政書士受験を考えていらっしゃるということで、テキストがですね、どういうテキストを使ったらいいのか、ちょっとわからないので、参考となる情報を教えてほしいという内容のコメントをいただきましたので、ちょっとですね、お話をしていきたいと思います。このチャンネルは私が2年目受験で行政書士試験に合格した受験勉強の経験に基づいて勉強方法、それから試験対策などをお伝えをしております。今年もしくは来年ですね、行政書士試験目指されている方、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきます。まずですね、行政書士のテキスト、問題集ですね。確かに、本屋さんなんかに行くとですね、結構いろんな種類、いろんな出版社がですね、出版されてます。まずはですね、一番最初にお勧めしたいのは、この合格革命の足別過去問集ですね。これはまず持っておいて、やり込んでいった方がいいと思います。行政書士試験、やっぱり合格するにはですね、基本知識、それから重要な知識、ここをですね、できるだけも完璧にしていく必要があります。そうした知識を身につけるのには、この足別過去問集っていうのがやっぱり私が使った中でですね、一番やっぱり最適だったかなと思います。過去ですね、出題された選択肢、足ごとにですね、アウトプット、それからインプットですね、同時にできるようになっていますし、チェックですね、チェックボックスがついていて、勉強の記録もつけやすいですし、あとはですね、問題があって、回答が左右見開きになっているので、効率よくですね、反復学習していけるっていうところも一つメリットです。で、もう一つはですね、過去出題された出題回数も選択肢ごとに分かりますし、あとはですね、どの条文を参照すればいいのかっていうところも解説の方に選択肢ごとにですね、書いてあるので、すごく効率よく基礎的な知識を反復学習するには最適だと思いますので、まずはですね、これ、こちらの方をお勧めはいたします。そして次にやっぱり欠かせないのがですね、6法ですね。行政書士試験合格しようとすると、やはり必須のところですので、6法は必須として持っといた方がいいです。で、これも使い勝手としてはですね、個人差あると思うんですけど、私はですね、この携帯行政書士ミニマム6法、こちらが一番使いやすかったです。たまにですね、過去出題されている条文なんかで、ここに含まれてない条文なんかもあるんですけど、それは都度手書きなどで追加していく必要はあるかと思うんですけど、これもですね、行政書士の受験勉強用に使いやすくですね、編集された6法ですので、勉強ツールとしてはこの6法ですね、おすすめします。そして次に全体のテキストですね。全体のテキスト、これはですね、いろんな出版社、いろんな予備校から出されてますけど、それほど大きな差はないと思います。特に私もそれほどこだわらなかったんですけど、私が使っていたのは、この足別過去問と同じ合格革命ですね。この合格革命のテキストを使ってました。ちょっと私分割しているのでこんな感じで、科目ごとにちょっと分かれてますけど、こうしたテキストですね。概要全体像を確認する意味でもですね、まずはテキストは持っといた方がいいですね。それで来年の受験ということでしたら結構時間があるので、最初にですね、テキスト、概要全体像をつかむような感じで、ざっとですね、読んで理解して、その後、実際に問題集を解いてアウトプットを繰り返していくと。いう進め方でいいかなと思います。来年の受験ということでしたら、結構時間やっぱりまだありますので、こちらのですね、スーパー過去問ですね、特に民法なんかは、このスーパー過去問の問題集、これ公務員試験用のものなんですけど、こちらなんか使うこともお勧めします。これも問題とその回答っていう形式になってるんですけど、結構ですね、問題をやりながらその解説が結構詳しく丁寧に解説されているので、民法のですね、理解もより深まると思います。ですので、まだまだ時間もあると思いますので、民法ですね、しっかり基礎的なところから理解を深めたいということでしたら、このスーパー過去問ですね、こうしたものも併用して使っていくといいと思います。あとはですね、必須ではないと思いますが、持っていたらいいかなっていうのはですね、この判例集ですね。重要な判例とかですね、特に憲法とか行政事件訴訟法なんか判例の知識はやっぱり必須になってきますので、判例の全体像とかですね、確認していきたいなっていう時はこういうのを一冊持ってるとですね、勉強しやすいと思います。補足ツールとしてこの判例集もあればいいかなと思います。それからですね、今ちょっと私手元にないんですけど、本試験形式の過去問集ですね、これも持っといた方がいいですね。具体的にどういうことかというと、5択形式のものですね。5つ
選択肢が並んでいて、その中から一つ、正解を一つ選びなさいっていう形式の過去問集ですね。これもですね、持っといた方がいいです。で、できれば10年分はあった方がいいですね。問題の傾向とかですね、出題の傾向をつかむ上でも、やっぱり10年分ぐらいのはあった方がいいと思いますので、10年分対応している、そうした過去問集、こちらもですね、持っといた方がいいと思います。私自身もですね、使ったテキストとしては、主にですね、以上ご説明したテキスト、問題集を組み合わせて、なんとか合格することが、独学でできました。ですので、私の経験から言える最低限持たないといけない3つというのは、全体像を網羅したテキストですよね。それから、やっぱり反復学習で基礎、重要な知識を身につけるために、この足別過去問集ですね。それから、やっぱり6法ですね。6法。自分の使いやすいものでいいと思うんですけど、私はこちらの、経営体行政書士ミニマム6法。こちらが、使いやすかった。です。以上3つはですね、必ず持っておいた方がいいですし、必要になると思います。で、あとはプラスアルファでですね、理解をより深めるという意味では、このスーパー過去問なんかですね、民法ですね、民法の分野ですけど、スーパー過去問の問題集も併用するとより理解が深まりますし、あとはですね、判例集ですね、これなんかもちょっと判例詳しく知りたいなとか、ちょっとチェックしておきたいなっていう時に1冊あるとですね、便利だと思います。あとですね、本試験形式の過去問集ですね、10年分以上のものをですね、お勧めします。そしてちゃんと5つの選択肢の中から1つ選ぶというこのトレーニングですね、これも合わせてしていくことをお勧めします。そしてあとはちょっとテキストとは違うんですけど、そして予備校の模試なんかもですね、受けてみるということも必要になると思いますので、そちらもですね、合わせて組み合わせて勉強を進めていただければと思います。以上ですね、今回は行政書士受験用の、テキスト参考書ですね、についてのお話をさせていただきました。今後もですね、行政書士受験に必要な勉強方法、それから試験対策をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。